皆さんこんにちは。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。基礎ステップや基礎ムーブをつないでダンスのレベルアップを目指すちょこっとコンビネーション。今回はパンキングの初心者レベルでストレートの軌道、ワック、ピボットターン、ツイストを使っていきます。各基礎のレクチャー動画もありますのでそちらも参考にしてみてください。今回のポイントは2つ。オフバランスの利用、腕の振り方のバリエーション。しっかりとボディを固定して腕の動きを見せたいんだけどボディが揺れちゃうことってありますよね。さらに意識的にボディを固めようとすると腕の動きが間に合わなくなっちゃったりします。オフバランスを使うとそんなに力を入れなくてもニュアンスが出しやすくなります。体の力だけじゃなくて体重移動の力、重力の力を利用するということですね。ダンス初心者のうちはここの部分で悩む方も多いと思いますのでぜひ今回の振り付けで感覚をつかんでいただけたら嬉しいです。解説の中でコツや感覚などお伝えしていきます。練習用に速度調整した動画もありますし、ショート動画はループ再生するのでその方が練習しやすいという方のためにアップしておきます。概要欄のリンクからどうぞ。そして課題曲はこちら。私はこのレディーブリさんの曲全体的に好きなんですけど、ステージでも使えるし練習でも使えるし、あと一番は私のフィーリングと合うような気がしています。この曲なんか自分とシンクロするんだよななんていう曲皆さんもあったりしますか？練習やパフォーマンスでも曲次第で自分の眠っている力も出せると思います。良い曲は出会いだっていつも思います。曲はミュージックベッドというサイトでゲットしています。紹介リンクを概要欄に貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスを様々な角度から楽しめるコンテンツをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンよろしくお願いします。そしてチャンネルメンバーシップもスタートしました。練習をサポートできる仕組みに発展していきたいと思います。それでは解説スタートです。5、6、7、レッツゴー。それでは A パートの解説を行っていきます。映像を反転します。では1エイト目から解説していきますが、早速チャレンジポイントです。腕の振り方のバリエーションです。腕の軌道は2種類あります。ストレートとブロークンです。主にパンキングはストレート、ワッキングはブロークンと覚えておくといいと思います。そして肘のロールも使っています。今回は使い分けがありますので意識的に取り入れるようにしてください。では1エイト目、足の動きから説明していきます。左足を横に1個出しながら、はい、お尻を少し残したシルエットを作ってください。1、2、そして閉じます。3、4、次に右足から4コーナー、セーブ、8です。アームスの動きは右腕を大きく円を描くように回してください。はい、そしてそのまま左の肩の上あたりに来て、この時左手も添えてください。くるんくるん、はい、これは少し、肘を支点にしてロールロール、向き的にはこういうロールですね。くるんくるん、はい、そして次の動きです。ストレートが入ってきます。くるんくるんの後下に伸ばす、大きく回して伸ばして下。今の動きの中で肘曲がってないですよね。ずっと伸ばして動かす、はい、結構これ疲れるので大きく頑張って動かしてください。では足と手合わせてやってみましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、ちょっとボディの補足をしますね。最初に一歩出した時なんですけど、ちょっと頭から入ってスネークっぽい動きを入れてもいいかもしれないです。そうすることでより綺麗なラインが出てくるし、はい、このまま次の縦に行きやすくなります。そしてこの縦なんですが、ちょっと左にボディ寄せておくとラインが綺麗になります。はい、そして4コーナーと連動してこのストレートが動くので、一個一個の形こうゆっくり確認をしてみてください。そしてここの形、はい、ちょっと連動が難しいんですけれども、ここのチャレンジポイント、ストレート頑張ってください。では2エイト目に行きます。足の動きは開く、
はい、そして右にちょっと乗ったら左に踏み込んで右足を刺す、左に乗る、右足を後ろに下げる、こんな感じの動きです。カウントでいくと4コーナーが終わりました。7 8 1 and 2 3 and 4 5 6 7 8、はい、では先にアームスの動きから説明していきますね。左手を前にして1、2、3と折ってください。これは肘をなるべく支点にして顔の前後、ちょっと怖いですが近くにシャカシャカシャカと動かすような動きです。シャカシャカシャカ、はい、そしたら次は同じシャカシャカなんですが少し肘からこういやいやいやと振るような感じにして、この動きの中で今のこのシャカシャカをだんだん混ぜていくとこんなような動きになります。これ見てると分かると思うんですけどちょっと腰も動いてますよね。はい、これをまず最初に固くシャッカーシャッカーシャッカーしたら準備シャッカーシャッカーシャッカー、はい、柔らかく動かす、同じ動きだけど硬さを変えるということですね。次の腕はここからワック回してもいいですし、そのままポンと出してもいいです。右と左、この時右手は自由でいいです。こういうところにポーズをとってもいいので出す、最後は前にパンと手首を折るような感じにしてください。では足とアームス合わせてやってみますね。5 6 7 8 1 and 2 3 and 4 5 6 7 8、はい、ここでちょっとボディ説明させてください。最初のシャカシャカの時は固めてます。次に体重を少し右に移した時にオフバランスを作ってください。すごい一瞬なんですけどふーっと作ることでこのため感が出てきます。このオフバランスの利用がチャレンジポイントの2つ目になっています。もう一度いくとシャッカーシャッカーシャーンジャンジャンジャン。続いてボディの説明としてもう一つ、ワックをするときは体のライン自分で、例えばちょっと左を引いたりとか顎を上げたりポーズは工夫をできると思います。そして最後のパターンのところ、ここで一回後ろに反ってください。肩甲骨使って最後は前に戻ってくるという動きになります。では頑張ってオフバランスも利用してもう一度カウントでやってみましょう。5 6 7 8 1 and 2 3 and 4 5 6 7 8。なかなかこの音の速さでオフバランスを出したりとかワックをパシュッと出すの難しいと思うんですが、頑張って練習してみてください。それではこの後 A パートの練習動画を流しますのでぜひご利用ください。それでは B パートの解説に入ります。3-8目は左側を向いた状態から足は前に向かって出して戻す進む、次に右足を出して、ここのテクニックはピボットターンが入ってきます。セーブ8 1 2 3 and 4 5 6 7 8。アームスの説明していきます。正面で最初説明していきますね。横に手を出す、ストレートで出して一度肘にしまう、もう一度スース、はい、次は手をこのような感じですかね、ちょっとこうふわっとテーブルをなぞるような感じ出しました、はい、このままキープをしてきてください。横向きで足と合わせてやってみますね。7 8 1 2 3 and 4、 ピボットターン5 6 7 8 1。ではこの動きをより綺麗なシルエットを作りやすくするためのボディの動かし方コツ伝えていきますね。ここから
出して戻すの時、少し天井をぐっと一個低くしてください。そして胸を張る時にお尻も後ろ側にぐっと張ることで曲線ができてくるので、この動きを使ってスースー無です。はい、かなり胸と腰がこう動いてますよね。次、ピボットターンは重心はフロントで取ってください。いろんなピボットターンがあるんですけど、センターで取る動きもあれば、今回は前足に重心を置きます。さらにコツとして、ちょっと腰から引っ張るような感じ、前に置いたら腰から引っ張っていくと一瞬このラインができるので、今回のパンキングだったり女性らしいラインが出てくると思います。出してシュッ、出してシュッ、戻るです。次に48目です。ここからツイストを入れていきます。足をキュッキュッ、はい、体を左側にキープ、右側にキープしながら足を反対にキュッキュッと動かしていきます。次に右足を出す、オフバランス使ってますね。出す、そして一歩後ろに出す、はい、足はこんな動きです。ではアームスの動かし方です。8の字を描くように振ります。そしたら右手を上に上げて、肘ロールをくるっとな上から折ってきます。反対もトントコトン。そして最後は右手を前から上げて折って、指差し、顎でアクセント。チャレンジポイントのオフバランス出てきましたね。ツイストが終わった後のここです。はい、右手を上に上げながら左足をキープして、右を出してオフバランスを作る、はい、ここからタンタカタン、反対もオフバランス、ううです。これオフバランスを使うことによって、こういうシルエットが出るのももちろんそうなんですけど、安定感が一体なくなりますよね。だからこそ最後にグッといった時に安定しやすいんです。上からグッと踏み込むことが大事なんですけど、そうすることによって手のくるくるっていうのが重力で落としやすくなるんですね。力を抜いて、この下に働いている力を利用してくるとってやると、よりこの肘のロールがかっこよく見えるんじゃないかなと思います。ではボディもアームスも足も合わせて48目カウントでやってみましょう。5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。余っている方の手は腰に添えたり外側にしたり、この辺自分でシルエット研究するのもいいと思いますので、最後をパンと音にはめてかっこいいポーズが取れるように頑張ってください。それではこの後 B パートの練習動画を流しますので、ぜひ練習にご活用ください。
様でした。お疲れ様でした。はい、お取り立てですね。はい。どうでしたか？初めてそのパンキングとワックが混ざったやつをやって、最初はすっごい混乱したんですけど、でもだんだん楽しくなってルンルンでやってました。あんなパンパン決めてるのに心はルンルンなんだ。このあれだよね、こうピーってゴムみたいに貼る動きとピシッみたいな、が楽しかった。楽しかったひたすらもう楽しかったしか出てこないみたいなので楽しかったそうです。あとでもさ、なんか私なんかはあのこう溜めるところとかあるじゃん、こことか、あとチャッチャッチャーンチャッチャのさ、あのうーんの瞬間がさ気持ちよくない？気持ちよかった。なんかこう自分が空気こう波に乗っているような感じがするから、ビシッと当てる動きもバシッっていう伸ばすのも気持ちいいけど、ちょっとこうねふわーんってためも使えたから、多分なんかこうノリノリでできたよね、はい、楽しかったので、ぜひまたパンキング一緒にやりましょう。やりましょう。はい、皆さんもぜひこれ女性も男性も楽しく踊れると思うので一緒に踊っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。